医学部学費ランキング4736万5000円、国家試験合格率 80%。 あ、 80% なんだ、ちょっと低いね。男女比が50-50で、あ、1対1なんだ。なので始まりました、マテチャンネル。さあ、今回はですね、医学部学費ランキングというのを見ていきたいと思います。まあね、東京女子医科大は学費ね、1200万円値上げっていうのがね、ニュースになっていたんですけど、1200万ってすごい、一体そもそもいくらかかるんだっていうのをね、見ていきたいと思いますね。医学部って一体どんだけかかるんだっていうね。もちろん国立っていうのはそんなにかかんないわけですよ。まあ年間50何万とかっていうところが多いと思うんですよね。まあ6年間行ったとしても、まあ300何十万ですかっていうところが多くなるとは思うんですが、じゃあ私立って一体どうなのっていうのを見ていきますね。でランキング見るとどうもね、安いのがランク1になる。まあ医学部通う側だったらそっちが気になると思うんですね、安いところが。でもやっぱり見てる側としては高い方が気になりますよね。なんでそちらを見ていきたいと思います。31大学ありますので、31位が一番高いところになりますので、なので31位から見てみましょう。一番高いところは川崎医科大学、6年間の学費の合計は4736万5000円、偏差値62の国家試験合格率 85.8% ということです。300何万と比べたら4700だから何倍、10何倍ですか、はい、になるわけですね。いやー、なんで川崎がこんな高いんですか、皆さんぜひ教えてください。2位っていうのもあれですけど、まあ第30位が東京女子医科大4621万4000円という形になりますね。偏差値 65.3 で国家試験合格率は 90.6%。 まあ女性だけのところですよね。でこれプラス1200万にしたらとんでもない額にならないですか。いやー、これ2200万なのかな、違う額2200万なのか、ちょっとね年度によってわかんないんですが、これ4600万高っ。そして次は金沢医科大、あ、金沢医科大もね、はい、高いっていう有名ですね。4044万3000円、偏差値65、国家試験合格率 82.2。 82.2% なんだ、そんなに高くないですね。なんでなんでしょう。この辺もぜひどういう傾向があるのかっていうのはね、コメント欄でお聞かせいただければと思うんで、こうだから高いんですよとかね、こういう人たちがちょっと多いから国家試験ね、受けない人が多いんですとか、編入するのが多いんですとか、いろんなね理由があると思いますので、ぜひコメント欄で詳しい方はお聞かせください。続いて埼玉医科大、おお、ほいほい、埼玉医科大が3960万円ということで4000万円を切りました。ちょっとなんかお得に感じちゃうようなこんだけとね、これでもやっぱでも4000万近いですから。偏差値 64.2、 国家試験合格率は 94.6 で今までの中で一番高いですね、はい。27位が北里、ああはい、北里有名ですね。学費合計3948万8000円、それでもやっぱ3900万とか言うんだね。偏差値 65.3、 国家試験合格率 95.9%、 お、高い。あ、男女比あんま変わんないんだ、58対42。まあ確かに女の子すごい人気ありますもんね、北里大学ね。続いて26位、福岡大学、あーそうですね、福岡大学医学部ありますね。偏差値 65.3、 同じだ北里と。学費が3773万8260円、国家試験合格率は 88.1%、 男女比63-37、合格率は北里の方が高いですね。続いて25位、兵庫医科大学、はいはいはい、3760万円、偏差値66、国家試験合格率を 93.3%、 そして、男女比も、あ、大体同じですね、58-42で。続いてが杏林大学、杏林大学の医学部が3759万700円、偏差値 66.3 で国家試験合格率 93.6%。 続いて帝京大学、はい、帝京大学も医学部ありますね。3744万2000円、国家試験合格率 80%、 あ、 80% なんだ、ちょっと低いね、どうしてなんだろう帝京。次が独協医科大学、あー、はいはい、独協も医科あるね、はい、3730万円、偏差値 64.5、 国家試験合格率は 94.4、 男女比63-37と。ほうほうほう。続いて久留米大学、はあ、久留米か、3637万8000円で偏差値 65.7、 合格率が、あ、77.8、 だいぶ低くないですか、80% 切っちゃうんだ。なんで久留米の人たちそんなお医者さんにならない、なれないの、ちょっと知ってる方いたらぜひ教えてください。そうなんだ、意外。続いて近畿大学、あー人気ですね、近畿大はね、もう医学部だけじゃなくて全体で人気ですからね。これ3583万7000円、あ、3500万円台まで来ました。
偏差値67で国家試験合格率 87.3 男女比6733、うん、で東海大学、はい、東海大学医学部もね3530万6200円偏差値66で合格率 87.6 次が聖マリアンヌ医科大学3473万2000円切りました3500万円を偏差値 65.3 国家試験合格率 95.8 高いですね。で男女比61-39と、なんかマリアンナって聞くとね、女性が多いイメージがありますけどね。続いて、岩手医科大学、3440万円。偏差値65、国家試験合格率 89.6%、そして男女比が50-50で、あ、1対1なんだ。へぇ、なんでなんですか ?16 位、愛知医科大学、3435万、偏差値 66.3、で、合格率 94.3 で、あ、59-41。お、続いて、東北医科薬科大学、3421万2000円。あ、合格率出てない。男女比7624では男性が多いですね。日本大学、はい、西大医学部出ました。偏差値 66.5、3338万円。合格率 86.8 で73。女性と男性。13位、大阪医科薬科大学、68.8。偏差値が出、6年間の学費が3207万5000円。85.6% 合格率で6931と。人気とか偏差値とか分かんないもんなんですね、合格率とか。うん、続いて産業医科大学偏差値69、あ、偏差値がだいぶ高いですね、他のところと比べて。で3069万7800円と、国家試験合格率 96.6、 お、高いですね。続いて、あ、藤田医科大学、はい、偏差値 66.3 で3052万6000円で合格率 96.4、 こちらも高いですね。さあ、ベスト10ですね。安いベスト10。東京医科大学。はいはいはい。あ、切りました。3000万円。2983万3800円で、偏差値 67.2、国家試験合格率は 95.1%。9位、昭和大学。2817万2000円。偏差値 68.2 で、合格率 93.8%。まあ、昭和大学ね、とっても有名です。そして8位が関西医科大学。2814万円。偏差値 68.2、合格率は 88.8 と。で、男女比は 59.41 と、まあ結構近いと。で、7位が東邦大学、2629万7800円、偏差値 67.2、合格率は 93.6 で、男女比は6-4と。結構男女比そんなに変わんないとこも多いんですね。思ってたと違った。もっとなんか男性女性すごい違うのかと思ってた。はい、第6位、自治医科大学、偏差値 69.2、2332万3820円、すごい細かい。で、あ、国家試験合格率は 100% なんだ。へえ、なんでなんですか、どなたか教えてください、このからくりを。で、67対33、ほう、 100% もあるんだ。自治医科大が一番なんだね、合格率は。次、はい、東京慈恵会医科大学、めっちゃ英語難しいところ、はい、第5位です。はい、2285万5000円、偏差値 70.3、 はい、70超えがここから出てきますね。国家試験合格率 95.2、 男女比4753だからわかんないですね。続いて第4位、慶応義塾大学。はい、出ました、慶応大学。偏差値 72.8、 高いですね、やっぱり。まあ、英語はね、ちゃんと勉強すれば取れますよ。2205万9600円。で、国家試験合格率 95.7、うん、やはり高いですね。そして男女比が7525で、あ、男性の方がやっぱ多いんですね。まあ、ちっちゃい時からこう上がっていく人が多いのかな。続いて日本医科大学。はいはいはい、日本医科大学が2200万円。そして偏差値 69.3 で、国家試験合格率 94.5。 続いて順天堂大学。はい、偏差値70で2080万円。国家試験合格率 96.2 で66対34と。そして1位が国際医療福祉大学、お値段2000万円を切ります。1910万円という形になる。まあ国際医療福祉ね、全部英語でやったりとか、英語にすごい力を入れてるところですけども、すごいな、2000万円切りますって。なんかもう安く感じちゃうよね。だって4700万との差でしょ、半額以下ですから。いや、すごいなって思いましたね。はい、という形でね、いろいろね、特徴がありますね。やっぱ偏差値が高いからといって学費が安いとか、そういうことは別にない。まあ、そういう傾向はあるけども、慶応医学部が、まあ、私立の中で 72.8 で一番高い。ただね、国家試験合格率だったら、自治医科大が 100% で一番高いと。まあ、いろんなものがあるんですね。まあ、目指すところ。まあ、どこが、どういう研究分野が強いとかっていうのもね、違いがあったりしますんで、はい、医学部目指す方々、参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。ぜひ詳しい方ね、コメント欄でお聞かせください。いろいろね、解説待ってます。